19時55分にあたりに向けてですね、このあと1時間ぐらいの間に海江田大臣に連絡を取ろうと秘書官に8回ほど電話をされておられるわけなんですけども、なぜここでもう一度海江田大臣に連絡を取ろうとお考えになったんでしょうか。これは何か他にお伝えになりたいことがあったということなんでしょうか。いや、ここはちょっと私の記憶にちょっと薄れてしまっておりますです。申し訳ございませんが、全くちょっと認識が私は持ち合わせておりません。わかりました。